神の道に背きし錬金術師滅ぶべし。お前何者だ。我は神の代行者として裁きを下す者なり。じゃあはい。とにかくスカーという人物を勉強して、どういうキャラクターでどれほど重要なキャラクターなのかっていうのを最初脚本読みながら勉強してましたね。そのような不幸の体になってなお錬金術を信じるのか。スカー！約束の日がもうそこまで迫ってる。この国と国民は全て消滅する。神の道に背きし錬金術師滅ぶべし。我は神の代行者として裁きを下す者なり。お前何者だ。国家錬金術師の連続殺人。我々はスカーと呼んでいる。なぜ国家錬金術師ばかり狙う。そのような不幸の体になってなお錬金術を信じるのか。兄さん、多くの国家錬金術師が人間兵器として駆り出された。私もその一人だ。この殲滅戦、リスクがでかすぎやしないか。この戦いの本当の意味は何だったんだ。じきにこの国にもひどいことが起こる。まさか。我が国で勝手は許さん。排除する。ことが終えた時には英雄になってるかもしれんぞ。化け物か人か。生きて生きて生き延びて、僕たちは一緒に元の体に戻るんだろう。未来をかけた最後の戦いが始まる。鋼の錬金術師完結編、復讐者スカー、そしてやめろー！最後の錬成、2部作連続公開。勝てよ兄さん。